カレロフィンソビエト社会主義共和国の国旗は、最初に制定されたものが1940年から1953年まで、次に制定されたものが同年から1956年まで使用された。ジッチカレリア社会主義ソビエト共和国は1923年7月25日に成立したが、カレリア共和国は1937年まで独自のシンボルを持たなかった。 1937年6月16日から17日にかけて開催された第6回臨時カレリアソビエト大会においてカレリア自治ソビエト社会主義共和国憲法が採択されたがその第10条において定められた国旗と国章はその表記がロシア語カレリア語とフィンランド語でなされたという点において独自性を持っていたなお当時のカレリア語には 聖書法が存在しなかったため、国旗におけるカレリア語の国名表記には、ラテン文字でキャロルスッコイアスアとしたものも、キリル文字でリバースとしたものも、存在したとみられる。1937年6月17日から1940年6月9日までのカレリア自治ソビエト社会主義共和国の国旗その後、冬戦争を経て1940年3月31日に、 カレリア自治共和国はカレロフィンソビエット社会主義共和国へ昇格し、同年6月9日にはカレロフィン共和国最高会議でその憲法が承認された。その第118条は国旗について、縦横比1対2で、左上部隅に金の釜と土、そしてフィンランド語とロシア語でファイと表示した赤旗と定めている。国旗と国章の作者はベニミン・ポポフ。 または、バシリ・ヤガポフと思われる。1940年6月9日から1953年3月13日までのカレロフィン・ソビエット社会主義共和国の国旗戦後、1947年1月20日にカレロフィン共和国最高会議官部会は国旗の改定を決議し、民族的なオーナメントをあしらった横島の国旗草案が作成された。 しかし1953年3月13日の最高会議幹部会令は3つの水平体からなる別の案を国旗として採択した。それは上部旗座を付近に金の釜と土と金枠を持つ赤い星を表示する赤、青、緑の水平3分期であった。同年9月1日の第3期最高会議によりこの変更は憲法第118条に反映された。 その緑は森林資源を青は豊かな川や湖を表しているとされた。1953年3月13日から1956年8月20日までのカレロフィンソビエト社会主義共和国の国旗しかし、1956年7月16日にカレロフィン共和国は再度カレリア自治、ソビエト社会主義共和国へ降格された。 翌8月20日に第4期最高会議で採択されたカレリア自治共和国憲法の第112条は新たなカレリア自治共和国国旗をロシア共和国国旗の鎌と土のもとに及びカゼンとと表示したものと定めた。1956年8月20日から1978年11月3日。 までのカレリア自治ソビエト社会主義共和国の国旗1978年11月3日の憲法改定により、その第158条で新たな国旗は国名表記をフルネームとするとされた。1978年11月3日からソ連崩壊までのカレリア自治ソビエト社会主義共和国の国旗その後、 ソビエト連邦の崩壊に際して1991年11月にカレリア自治共和国はカレリア共和国と解消し1993年2月16日には最高会議により新たなカレリア共和国の国旗が承認された。1993年2月16日からのカレリア共和国の国旗ありがとうございます。